はい、皆さんこんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、成功者はみんな持っている人を動かす3つの魔法というテーマでお話をしていきたいなと思います。今回のね、この動画なんですけども、この動画を最後に見ていただくとですね、まあ今自分のビジネスであったりとか収入が上がるっていうことはもちろんのこと、ビジネスだけではなくてですね、それこそ人間関係ですよね。まあ対人関係であったりとかもそうだし、その人間関係をね、自分自身がびっくりするほどですね、うまく、まあことが運ぶというかですね、まあ人生全般がうまくいく、まあそういったようなですね、まあ魔法まあ、魔法ってちょっとね、うさんくさいですけども、まあ、これちゃんとね、実は一個のスキルということでですね、成功者はみんな持っているこの人をね、動かす、いわゆる人と人とのこのコミュニケーションで、まあビジネスって成り立ちますし、もちろん人間関係でも形作られていくと、まあ、いうことですよね。まあよく、これは一般的にビジネスではなくても人間の悩みの7割以上はもう人間関係が原因であると、まあ、いうデータも出ているぐらいですね、この逆に言うと人とどういうふうに関わっていけばいいのか、どういうふうにしたら人を動かしていくことができるのかっていうのを理解していくことができるとですね、もう本当に人生もうまくいくし、もちろんビジネスでもそうです。皆さん例えばね、まあ、経営者の方もいれば個人事業で一人で起業家としてやってる人もいると思うんですけども、人を動かす、例えばそれはお客様を動かすっていうことにもつながるし、社員を引っ張っていくっていう立場の人はなおさらですけども、この人を動かすこの力があればですね、情報発信ではですね、いくらでも大きなね、売り上げを立てていくことは十分可能である。で、逆にこのスキルがないとですね、まあ、人がついてこないので、経営者としてもやっぱり致命傷だし、情報発信をしていく立場であるのであればですね、なおさらこの人を動かすスキルを持ってないっていうのは本当に致命傷なんですよね。なので、ぜひね、この3つ今日がお伝えする、この内容っていうのはめちゃめちゃ再現性が高い内容で、特に僕自身がですね、今までのビジネス経験の5年間の中で培ってきたスキルを総集、もう集大成としてですね、お届けしていきたいと思っているので、ぜひね、最後まで見ていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。ということで、まずですね、成功者はみんな持っている3つの魔法ってことなんですけど、まあ3つのトピックに分かれます。まあまず1個目、イメージスキル。で、2つ目が説得のスキル。で、3つ目が信じさせるスキル。この3つのテーマについてお伝えをしていきます。はい。で、まず1個目なんですけど、このイメージをさせるスキルっていうのが重要なんですね。まあこれは例えばお客様に対して商品を提案する、例えば営業の時とかもそうですよ。営業の時とかもそうだし、まあ普段の人間関係とかでもそうなんですけども、人にですね、自分が思うようなこういう風なアクションをしてほしいなっていうアクションをですね、取ってもらうためには、まず大事なのが理想の未来を相手がイメージできる形でしっかりと提示してあげるっていうのがすごい重要なんですよね。で、ここで一個多くの人が間違ってるポイントとして、いや、私も結構未来見せてますよっていう人いるんですよね。従業員に対してもこういう未来を見せてますよ、会社としての未来を見せてますよとか、お客様に対してもこういう風になりますよってのは言ってる。でもそれで全然動いてくれないとか、響かない場合っていうのは、あくまでですね、相手目線が欠如してるっていう場合が結構あるんですよね。なので、これはですね、独りよがりな未来ではなくて、相手から見たときに、あ、その人は目の前の従業員だったりとか、目の前のクライアント、お客様は、どういった未来を本当に望んでるんだろうなと。まあ、言うのをしっかりと相手目線で考えるっていうのがめちゃめちゃ重要になってきます。この相手目線でのですね、コミュニケーションができるようになるとですね、まあ、もちろん会社としての人間関係もそうだし、まあ、クライアント様であったりとか、まあ、見込みのお客様に対してですね、まあ、新規の、事業案だったりとか、商品を提案するときとかもですね、まあ、ものすごい契約がね、スムーズに運んだりであったりとか、理由とかになると思います。例えばこの相手とか顧客のこの究極理解というのはね、僕はいつも重要というふうに言ってるんですけども、相手が何を望んでいるのか。まあ、これは例えばですね、じゃああなたがもしかしてダイエットのですね、まあ、商品を扱っている業者だとしましょう。で、ダイエットしたいなっていうお客さんがあなたのところに相談に来ました。ってなった時に、その人はですね、やっぱ一人一人ですね、お客さんにも悩みっていうのが微妙に違うわけですよね。例えば、相談に来た A さんは、お腹周りの脂肪がついてきたから、それをちょっとね、落としたいなとかね、落としたいなっていう方もいたりとか、まあ、あとはね、やっぱり恋愛でモテたいから、体を引き締めたいんだっていう人だったら、モテたいっていうのがやっぱり、悩みの動機としてやっぱありますよね。っていう方もいれば、逆に別にモテるとかそういうのはどうでもいいんだと。まあ、とにかく、しっかりと、体重を落として、かっこいい服を着こなせるようになりたいとかね、びっしりとした細い、スーツを着こなせるようになりたいんだとかね、仕事が見られるように思われたい。だから私はダイエットしたいんだとか。っていうお客様の、とか相手のですね、潜在的なところまで遡っていった時に、相手は何を望んでるんだろう。っていうのを、こういうのを日々、例えばリサーチをしていったりとか、まあ、わからなかったらですね、これは、いわゆる、まあ、コーチングという一緒ですよね。一個質問を投げることで、相手から答えが返ってくるっていう、まあ、キャッチボールですね。コミュニケーションっていうのは相手に聞くっていうのも一つの手段だと思うんですよね。まあ、例えばその最たる例に行くことしか、例えばよく会社さんとかもよく出ますね、アンケート、顧客アンケートだったりとかもそうだし、まあ、あとこういう営業の時とかだったらお客さんとワントゥーワンでですねお話をできる機会の場合は、相手が具体的に何を望んでいるのかっていうのをまずは聞き出していくあげるっていうのがすごい重要になるんですね。なので1個目のポイントとしてですね、まあ、相手にこういう商品を購入いただきたいとか、もしくは相手にこういう風にしてほしいっていう思いがあるの
のであれば、まず先に相手に理想の未来をイメージさせることが重要ではあるんだけども、じゃあその理想の未来っていうのは一人一人ですね、びっくりするぐらい違うんですよね。なので相手がその人、例えば A さんだったら、その A さんはこういうことに悩んでいて、こういうふうな未来を望んでいて、で逆に B さんはこういうことに悩んでいて、こういう未来を望んでいてっていう、目の前の相手が具体的に何に悩んでいるのかっていうのを1対1のコーチングであったり、まあ、質問してあげることで、まあ、それを引き出してあげるっていうことがですね、すごい重要になりますので、あくまでもこれはですね、一方的に、まあ、よく営業も売れない営業もがやりがちなのが、ガーッと喋ってね、商品売るみたいな、これはやっぱりナンセンスで、相手が求めてるものをヒアリングして、それでもしそれを解決できそうなものがあったら、その商品を提案するっていうね、形で営業であったりとか、そのコミュニケーションの取り方をしていくとですね、まあ、すごい人間関係であったりとかもそうだし、ビジネスもね、すごいスムーズにですね、びっくりするぐらいね、ことが進んでいくと思いますので、まあ、ぜひね、この、まあ、質問とセットで相手のニーズを引き出して、それを元にして相手の理想の未来っていうのをイメージさせてあげられる、そういった伝え方をするっていうのをね、まず1個目押さえておいていただけたらすごいんじゃないかなと思います。2つ目、説得のスキルでね、まあ説得のスキルっていうと、これはなんか物を押し売りするのかと、まあ、いうふうに聞こえちゃう方もいるんですけど、これはもうナンセンスで、説得とは言ってもですね、これはあくまで押し売りだったりとか、自分の意見を押し通すっていうことではないんですよね。押さえつけることではない。まあ、一昔前とかだと、例えば、会社とかもありますよね。なんか、パワハラとかですね。もういわゆるもうゴリゴリのトップダウンみたいな歌詞とかありますけども、もう今あんまりそういう時代じゃなくなってもきてますし、一方的なですね、主観の押し付けっていうのはね、もう迷惑でしかないんですよ、相手からしたら。なので、そういうことではまずないですよっていうのを先に言っときますけども、どういうことかっていうと、相手にこういうふうにですね、例えば、どうしてもやっぱり自分がね、押し通したい訴求っていうのはやっぱりあると思います。であったりとか、こういう商品を相手にお勧めしたいってなった時に、なぜその商品をあなたに提案してるのか、そしてなぜ今あなたにこの商品を提案してるのかっていう理由がやっぱり欲しいんですよね、相手としても。人っていうのは理由がないと動かないっていう、まあ、性質を持っています。例えばこれはですね、どういうことでもそうですよ。例えば雇用関係がある場合だとしても、例えば従業員にね、これをやってくださいって言ったとしても、まあ、普通だったらね、分かりましたって言ってやってくる場合もあるけど、なぜそれが私なのか、でなぜ今なのかっていう、その理由がやっぱ欲しいわけですよね。やっぱり例えばそれはチームとか会社仕事してる時とかも、やっぱりね、スタッフ一人一人もやっぱり自分なりのタスクとかっていうのを抱えてるわけですが、その中で優先順位を見極めてやってるわけですよね、彼らたちも。ってなった時に、なぜそのタスクを今緊急なのか、なぜ緊急なのか、で、なぜ私にその仕事を振ってくるのかっていう理由をセットで相手に伝えてあげる、あ、そういうことなのか。じゃあこれちょっと優先順位高めなので、私の方でやっときますねっていう形で、結構スタッフともね、スムーズにコミュニケーションが取れたりだったりとか、まあ、このスキルっていうのはもちろん、クライアントさんとのやり取りとかでもそうだし、営業とかでもですね、まあ、セミナーとかでもね、すごい重要なポイントになってきます。何か相手に一つ提案をしたいとか、訴求をしたいとするときには、絶対にこの理由付けです。で、この理由付けもですね、いろいろな理由付けのパターンっていうのはあるんだけども、その中でも今すぐ使える例としては、なぜ今なのか。ね、なぜ今なのかってことなんですね。例えば、〇〇さんにとっては、なぜこの商品が今おすすめするのか。例えば、この商品ってもう今月でも販売を停止してしまうんですよね。だから、ぜひ今だけあなたにこの商品をちょっとおすすめさせていただきたいんですけど、とか、まあ、それ以外にはいっぱい理由ってあると思うんですけどね。とか、なぜあなたに勧めるのか。なぜあなたにこの商品がおすすめなのかっていう、その理由付けの部分、ここがですね、やっぱり弱いとですね、本当はですね、その人にとっても、この提案を本当だったら本来心地よく受け入れてくれた場合であったとしてもですね、断れてしまったりとかですね、お互いなんかギクシャクしちゃうみたいなね、こと結構あったりする可能性はありますので、まあ、しっかりとこのですね、理由付けをした上で相手にね、提案をする。あくまで提案です。押し付けではなくてね。っていうこのスキルっていうのは非常に重要になってくるので、何か相手に物事を訴求するときでもそうだし、情報発信とかもそうですよ。もう絶対にこの理由付けです。商品を販売するときにやっぱりこの理由付けという部分をぜひ意識したですね、情報発信をしていただくと、まあ、ものすごいですね、反応も、上がってくると思いますし、まあ、営業とかでもバンバンね、構成役を取れるようになるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、意識してみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、5つ目、これはですね、信じさせるスキルということで、まあ、これは基本中の基本なんですけど、まあ、情報発信の基本であったりとか、経営者の基本としてもですね、起業家の基本としても、やっぱり相手に信じさせる力がなかったらですね、その人っていうのはもう情報発信者としてもそうだし、経営者、起業家としてもやっぱり失格だと僕は思うんですよね。相手に何かを信じさせる、未来を見せて、それを信じさせる。で、勝てると思って、向こうも一緒の船に乗ってきてくれるわけなので、まあ、ビジネスかもそうじゃないですか。例えば皆さんが英会話の商品を販売されていたとしても、その英会話
界の商品が本当にいいものであれば、多分自信を持って皆さん進められると思うんですね。で、その自信によって、私もその未来をつかめる、英語を話せるようになれる、そういった未来を信じて、営業マンのあなたを信じて、クライアントはお金を払っていただけるわけですね。あなたから契約しようというふうになりますので、やはりですね、相手に信じさせる力っていうのは、やっぱりね、情報発信者としても、やっぱり非常にですね、重要なというか、これがないと多分売れないと思いますので、まあ、一番根幹の幹の部分ですね。で、根本はですね、僕はやっぱり愛だと思ってるんですね。相手に信じさせるためには、相手が何を求めてか、さっきも言いましたけども、相手が何を求めていて、どうなりたいのかっていう理想の未来っていうのをちゃんと理解してあげて、で、その人に本当にふさわしいと思った商品だけを提案するっていう、これは僕自身もですね、一商売人として、一起業家として、一経営者として、ずっとね、ポリシーだって持ち続けてる思いでもあります。まして、この世の中っていうのは全員が全員いい人ではないですから、世の中には悪い企業があってもいるわけですよ。その人のためになるのかよくわからないけど、とりあえずね、自分の会社の売り上げになるか、とりあえず、これいいですよ、いいですよってデタラメで商品売るみたいな、まあ一部のね、劣悪な商品売るみたいな人もいますけども、それ僕はやっぱりね、商売員としてもやっぱり失格だと思いますし、すごい残念だと思うんですよね。じゃなくて、相手がどういうふうに立場にあって何を求めていて、その相手の悩みを解決してあげる商品が持っているんであれば、それは絶対的に進めた方がいいですよねっていう、全ては愛なんですよね。で、こちらね、まあ、相手にどれだけギブできるかっていう、まあ、話もあるんですけど、まあ、そうは言っても人っていうのはですね、一長一短で相手に信じてもらうとか信頼関係構築するってやっぱり難しいので、そのためにどうすればいいかって言ったら、基本的にはもう100ギブして1返ってこればいいぐらいの気持ちなんですよね。だからうちの会社とか弊社 SYK もですね、おかげさまでですね、まあ、年々とやっぱ会社自体も売上としても従業員としても大きくはなってきているんですけども、やっぱりこの YouTube を基盤として、まあ、日々僕らもこうやって情報配信をさせていただいてるわけですよ。これで別にお金取ってないわけなんですね。でもその無料でギブした方割がある一定の飽和量沸点を突破した瞬間に、それが後でお金になって帰ってくるっていうね、僕らとしても心情もあるので、だから結構うちのチャンネルを通じて、でもっとうちの会社のサービスを知りたいからっていう形で、うちの会社ね、スクールであったりとかコンサルティングをご契約いただけるっていうね、ことかも結構あったりするんですけど、その前にやっぱり僕らってこういう種まきをしてるわけなんですよね。だからこそこういった YouTube で、まあ、もちろんこの動画とかを見てくださってる方全員がですね、まあ、弊社 SYK のですね、まあ、学科の入学を検討されているっていうわけではないっていうのは僕も知ってますけども、であったとしてもね、この動画を訪れてくれた人一人一人がね、まあ、ちょっとでもいい明日、ちょっとでもいい未来でね、ちょっとでもいい結果をビジネスで手に入れていただけるためにですね、僕らは、まあ、結構こういうですね、もうビジネスのゴリゴリのね、もう核の芯の部分っていうのを結構無料で公開とかもさせていただいたりしてるんですけども、まあ皆さんも一情報発信者としてまずどれだけ相手にギブできるかっていうのをぜひちょっと意識をしてね、再度、まあ、認識をしてね、情報発信をしていただくとすごいいいんじゃないかなと思います。でやっぱね、自分がやってきたことだけを伝えるっていうのもやっぱ一個ポイントかなと思いまして、よくあるんですよね。自分が実際にそれやってないのに相手に伝えるって、これって結構虚構って言ったりもしますけど、まあできなくないですかって話ですよね。自分が例えば僕らとかだったらウェブマーケティングをやってきて、もともと僕自身も心理コーチという自分の商品を持っていて、それを自分自身の SNS とか心理学とかマーケティングのスキルを使って販売をして結果を出すことに成功した。でそのノウハウをより、カスタマイズしてテンプレ化して、従業員も入れてより、ね、精度の高いものにして、うちの、ね、SNS マーケティング学科であったりとか、そういう集客支援サービスとしてリリースをさせていただいているというのがうちの会社でもあるんですけども、僕らもやっぱり自分が今までやってきたことっていうのを全てをさらに仕組み化してよりものにして、それで世の中に届けるという活動をしているわけなので、自分がちょっとかじっただけとかね、全然全くその領域知りませんっていう商品を売ろうという人はさすがにいないと思いますけど、自分がやってきたことだけやっぱ伝えていく、これがですね、やっぱ相手と信頼関係を構築していくためにも、まあすごいね、当たり前ではあるんですけど、すごい重要な部分だと思いますので、まあ、ぜひですね、相手に信じてもらうためのスキルとしては、まあ、自分がやってきたことだけを正直に伝えるということと、まあ、あとはですね、しっかりと、まあ、ギブをするということですね。まず無償のギブをして、まあ、100ギブして1返ってこればいいぐらいの形で常にギブをする、ギブが先っていうことですね、を意識した形の情報発信を、まあ、していただくっていうのをね、すごい意識していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね。まあ、今回お伝えさせていただいた、まあ、この人を動かすための3つの魔法ということなんですけど、これは魔法でも実は何でもなくて、1つのスキルなんですよね。このスキルさえあればですね、皆さんは、まあ、自分が望むような売上であったりとかもそうだし、人間関係とかでもですね、もっとね、いい未来を築いていくことがね、できると僕は確信しておりますので、まあ、ぜひ今日の動画少しでも参考になっているという方は、まあ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、そしてね、ぜひ今日の感想のアウトプットとしてコメント欄にね、書いていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。はい、それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。